すごい方が携わって作られた伝説の雑誌です。すごく貴重で、一応シリアルナンバーも書いてる。ここで本当にあの買ってよかったなと思ってる。なんかこれあるだけで QOL が上がったような気がします。どうも、吉政です。どうも、慶一郎です。クールやな今日は2021年、買って満足したものを紹介しようと思うんですけど、その中にも入ってるラグとか1ヶ月ぐらい前に買って予約届いて、こういうのを紹介しようと思います。はいはい。なんですけど、まずこれですね、ウォーターのおこうたて。これ慶一郎とね、迫田と一緒にあの東京行った時ね、なんか結局あげられへんかったけど Vlog みたいな感じで一応撮ったやろ撮ったけどあげれへんかった時に買ったやつです。なんかあの再生じゃないと、あのテレビブランカーとかを使用したこうエコなおこう立てですね。実はあのお店にもあのブックエンド本立てとかも買ってて、ここのやつに最近結構魅了されてるものです。で、これちょっと短いからこれに合わせてこの、はい、これおこやねんけど、ちょっとこう柔らかい匂いのあのサンっていうタイプのおこう立ても一緒に合わせて買いました。これ毎日使っててね、本当にあの買ってよかったなと思ってる。なんかこれあるだけでちょっとこう、今までおこう立て俺あのショットグラス使ってたんやけどおこいっぱいもらうから、うん、あのあれやったんやけど、でもそれこれ買ってね、ちょっと QOL っていうが上がったような気がします。生活の質ね。そう、はい、むずいな。お香立てってさ、結構まあいろいろあるけど、なんでこういう感じのマジでこうアートチックなね、ミニマルな感じね、しかも全然ないから、これすごい。これ見つかった瞬間にちょっと悩んでたよね最初。そう、悩んでたね。え、結構値段もするもんな、2万くらい、1万ちょっとぐらいするよね。まあ、迷ってたけど、でも俺らはもうマジで買った方がいいってなって、ね、結構押して、ね、結構ご利用されてね、もう店員になってたから、店員になってたね、店員さえも押してた、店員さえも押してたからで、買ったアイテムです、はい、これぜひ皆さん買った。なんかまあね、ちょっとこうちょっと気分上がるんです、ですけど、まあそれがいい。なんかこうリアルな感じ、ちょっと透けた感じで、おすすめです。よかったら調べてみてください。はいはい、はい、じゃあ次もまあちょっとした幸せというか、なんかそれがね、これですね。なんか気分上がったアイテム買って、今まで あのそう、これですね、バルミューダの電気ケトルが2番目です。で、今までさ、実家をってさ、俺夜間とか普通のポット使ってたんですけど、最近まで。でもこれに変えてからなんかちょっと毎朝コーヒー入れるんやけど、そう、ちょっとした気分の高揚っていうのが楽しめるやつですね。しかもあのなんかね、決まってんねん、こう内側にね、こう分かる、ちょっとさっきまで入れ使ってたからあるけど、マックス 0.6 って書いてて、600ミリかまで入るんですけど、まあ、ちょうどなんかうちの使ってるコップ2杯分ぐらい、ちょうどいい分量入れれる。だからお湯が余らずに、ああ、お湯余れへんのいいな。ねえ、なんか絶妙なのってちょっと不衛生やしさ、汚いやんか。でもなんかジャストで使えるっていう、そういうね、まあ、ちゃんと入れたらいいんやけどね。でもなんかやっぱちょっと多めに入れちゃうやん、ね、うん、だからあんま測らんくない、ね、もうバーって入れるから適当にいつも。でもなんかそういうのもあって、あ、結構それめっちゃいいな。ちょっとした幸せみたいなのを感じれるのがこいつでした。めっちゃいいわ。めっちゃいいやろ、と、もう一個家庭系、はい、で言うと、これ家庭系のラスト、ちょっと待ってくださいね、はい、ダイソンのヘアドライヤー。めっちゃいいわ。なんか4万とか多分すんねん。うわ、そんなすんねや、でもなんかそれぐらいいいヘアドライヤーってあんま買わんやんか、それをこう使ってみて、実際に結構俺髪長いやんか、早乾くねん気がするし、そう、ね、風量もここで操れるんですけど、これ風量、これが温度。で、俺一応これアタッチメントつけてんだけど、これなかったらもっと早い。あ、僕これつけてて絡まりやすく、髪細いし長いから絡まりやすくて、これつく磁石ね。これ簡単につけれんねや。そう、これつけて
ドライヤーしたらちょっとまあソフトな仕上がりにもなるし、なんならさ、なんか美容師さんがさ、あのパーマとかの時さ、大きいやつでなんか温風だけ、風のないほんま優しい、うん、なんかあれやろ、あの髪の毛を崩さんようなやつやろ、のかもついてて、結構便利なやつ。それいいわ。俺なんかセットする時に、うん、やっぱ例えば最近で俺も髪の毛伸ばしてるから、うん、水濡らしてヘアオイルつけて早く乾かしたい時にこうドライヤーやっぱ風バー出るから、うん、崩れるから崩れるやん、ぐしゃぐしゃなるよ、うん、っていうのもある、うん、俺は結構これ買ってすげえ良かったなと思ってるものです。めっちゃ満足してます、はい、この3つが生活部門、生活系、うん、生活系です、うん、じゃあ次これかな、おミスターハイファッションですね。はい、で今年ミスターハイファッションっていう、これまあ昔の雑誌なんですけど、13、4冊買って、多分今年に入ってから結構買ったな。そう、ちょこちょこ買ってて、うん、でも途中からヤフオクでなんか1冊結構するんよ、うん、これとか多分メルカリ、この号をメルカリとかで見てもらったら5、6000円するん。そんなすんねや、うん、この号は、まあ、特に高いんやけど、それがちょっとまあ10冊でまとめ買いやったらちょっと安くみたいなのがあって買ったんやけど、その中でもあの何冊か好きな号あるけど、これは結構好きで、でなんか特別号なの、20周年、創刊20周年のやつ、一応これで2001年の12月の号なんですけど、モードファッション、当時のモードファッションのルックとかをバーッと取り上げてた結構唯一無二な雑誌で、あのすげえ早かったんよ。なんかこういろんなデザイナーとか取り上げる、ピックアップするのもすごい早い雑誌で、ね、その中でも特別号っていうので、うん、そのつながりのある多くのデザイナーさんたちに協力してもらってできた号がこの号、うん、だから高い、うん、なるほど、ね、だからすごいこうレアというか、そうレア号、特別号、なるほどね、一番俺が持ってる中で一番太いし、うん、確かに太いな、そう、うん、で結構字もちっちゃいから、うん、読み応えもあるし、うん、っていう雑誌がこのミスターハイファッション、2001年12月号、うん、まあ、表紙もね、この草間彌生のやつすごい、草間彌生と純也渡辺のあれなんですけど、服着てるやつなんですけど、何がいいって結構これ影響を受けてて、これですね、ここから始まるんですけど、デザイナーにポラロイド渡して、それで好きな写真を撮ってみたいな、でそこに対してさらに、編集部からの質問があってそれを答えるみたいな企画なんですけど、マジで名だたるデザイナーが始め、まあ、A から Z まであるんですけど、アニエス・ベイから始まって、アニエス・ベイが好きな写真、そこに対する、これどういう写真かっていうのが書いてあって、こっち側に質問が書いてある、質問と回答、例えばマルジェラもいるし、アレキサンダー・マックイーンとか、本当にもういろいろ有名なの、カルバン・クライン、ルメールとかもバーってあって、でこれ山本洋次さんともすげえ仲良くて、実際に洋次山本ワイズフォーメンって書いてるんですけど、山本洋次さんのページだけ山本洋次さんがこうミスターハイファッションに対してバーって書いてて、でこの写真も結構好きなの、このね、この縦に同じような2枚の写真があるんですけど、これが犬が写ってるのと写ってないのの音楽スタジオを見下ろしたところの写真、どういうこと、書いてる書いてる、 犬がねここにおんねんけど、知ってる、うん、犬、はいはい、犬いない、あっていう、あのアトリエと自宅兼音楽スタジオの写真、151ページまで、その各デザイナーの、そう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 、最後書いてるやつ、そう最後高橋幸宏さんっていうイエローマジックオーケストラで、あとあのソーイのデザイナー伊藤さんの、おじさんに当たる人だっけ、ね、で締めくくってる人が、すごいこう読んだら満足感いぐそうやな、そう
もうあとね、あのぶっちゃけ俺結構一気に買ったから、全デザイナーのやつはまだ読めてないよ。バーっと前から読んで、一旦 D ぐらいで終わって、そこからバーってなんかちょっと飛ばして、お、山本洋次さんのやつやみたいな感じでテンション上がってみたいな。まあ結構まあめっちゃ喋っちゃったけど、でも本当にこの雑誌すごいいい雑誌で、僕はすごいお世話になってる人も昔関わってて、なんか本当に当時やってた田口さんっていう編集長の人とかも、まあ、あのなんかお話だけよく聞くんですけど、すごい方が携わって作られた伝説の雑誌です。よかったら、もうあのネットにしか上がってないんですけど、あのネットというかヤフオクとか二次市場にしか上がってないものなんですけど、チェックしてみてください。あのお店にもあるんで、よかったら全然来てください。ねっていう雑誌、また読もう、また読んで、うちには6冊、店に6冊、7冊ぐらいかな、あるから全然読んでください。はい、はい、そして次、これです。おぉ、すごいな。これティスカーエスパダスのポスター。ちょっとね、正直その当時まだ全然あのもうお金がなかって壊れへんかったんだけど、一応絵もあって、で、うちで今年の3月ぐらいかな、ティスカーエスパダス、このあの絵を描いてる人のポップアップをやって、で、一応デザイナーで、ファッションデザイナーで、うちでも取り扱ってるお洋服があるんですけど、その人のドローイング、絵がすごく美しいっていうので、スペインからの絵を送ってもらって、で、ポスターも2枚だけうちに届いて、それを並べさせてもらったって感じです。絵はね、大体18万から20万ぐらい。ポスターは、まあ、ちょっと安くて、これで3万、タックスとかってかな。でももうすごく貴重で、一応シリアルナンバーも書いてる。これ50分の、そうそうそう、世界ね、世界、まあこのブランド一応ロンドン中心でスペイン人のデザイナーがやってるんだけど、絵に関してはスペインの画廊が持ってるらしくて、その中のあのちょっとなんかピックアップしたものを一部日本うちに送ってもらって並べさせてもらって、これ一応なんかそのビジュアルのイメージだったりとか、ルック卒業制作とかに使ったドローイングスケッチを描いてます。こんな感じ、わかるかな。結構絵も細かくてね、かっこいいよな。いや、めちゃくちゃかっこいい。そう、これはね、なんか結構気に入ってる。なんて、自分のところでやってるブランドっていうのもあるし、初めてね、俺がピックアップしてきたインポートっていうのもあって、思い入れも強いブランド、で、あのそのデザイナーのドローイングとか絵を見た時にやっぱすごく感動したから、何か欲しいなと思ってて手に入れた。まあちょっと夢半ば叶わず、絵は本物の絵、ドローイングが買えなかったですけど、でもそれでもポスターを買ってすごく満足してるもので、買ってよかったなって思ってます。来年はちょっと絵とかに挑戦してみたい。高いけど、なんかその一歩、もう一歩大人になれたら挑戦してみたいなと思ってます。はい、だからこれが6個目かな、5個目やな、5個目ですね、はい。次は副編。お、ついについにラストかな。ラストだね、副編いきます。服っていうかウェア編を2個紹介しようと思います。はい、はい、もう手元持ってるんですけど、MSU のブーツです。いや、それはかっこいいわね、これね、結構マジでめっちゃ気に入ってて、あの雨が途中から降ってきたらもう濡らしたくないから、昨日とかもそうやったけど、ちょっとタクシーで帰るぐらい、もうそれぐらい、それぐらい、いや、でもそんぐらい大切に履いてるんですけど、このブーツはなんかブランドが初めて出したオリジナルのブーツだし、結構 MSU は僕にとっても初めて自分でピックアップしてきたブランドで、まあ、思い入れも非常にね強いかっていうのもあって、で初めてね、その展示会で前もね、この9月の購入品、10月の購入品とかでも紹介したんですけど、初めて行った展示会場での思い出の会話がそのブーツ、ウエスタンブーツなんですけどの話とかやったんで、まあ、靴はちょっとぜひ買いたいなと思ってたんで、なんとか自分自身のすぐなくなっちゃったんですけど、購入できたもので、
すごく満足してます。はい、6番目のものはこちらの MSU のブーツでした。 21AW のアイテムです。ちなみにちょっと一瞬紹介になるんですけど、 22SS でもブーツ出てます。お、はい、ちょっと別なんですけどね。はい、楽しみやな。楽しみにしておいてください。次、はい、服のもう一個の、もう一個ちょっと紹介します。はいはい、そしてこれですね。おー、これ服っていう面ではマジでまあいろいろめっちゃ買ったやん。結構紹介したやん、うん、めっちゃくちゃ買ってた私、うん、の中でも結構思い入れに残ってるのこれかもしれないっていうので、これピックアップしました。ビートルズのヴィンテージの T シャツですね。色はナスコンでちょっとこう落ちたりとかしてるし、ナスコンでもだいぶ薄なってるような色味なんですけど、何がいいってこのピカピカのビートルズのロゴ、うん、めっちゃかっこいいよね。後ろにリンゴがあってビートルズピカピカキラキラ、ほんまにこうキラキラしてるんですけど、そして俺形が結構好きで、うん、めっちゃタイトなのよ、うんうん、確かにそう、うん、結構ピタッとなる感じで、なんか今オーバーサイズの服とか結構流行ってるけど、その中でもビタッと俺は結構着るのが好きやから、うんうん、これに細い普通にフレアのデニムとか自分がずっと履いてる646やったりとかを合わせて、うんうん、ロック感ある感じで、あ、めちゃくちゃかっこいいよ、いいよね、うん、なんかそういう感じで着てたのがすごい思い出だし、最近も実はロンティーにかまして、うん、ああなるほどね、ベストっぽくレイヤードしてたり、うん、袖がここ見える、あ、そう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 、うん、なんかちょっと小ダサい感じやけど、そういう合わせ方もして、もうずっと着てる服、なんか服部分で言うと T シャツトップ3で言ったらもうベストバイだから、ちょっと紹介したいなと思って紹介しました、うん、これ YouTube で紹介したっけ、してたしてたしたかしたした、うん、その中でもやっぱ結構思い入れに残ってる一着です。分かってよかったですね、マジで。あの誰もね、あのサラギと違って被らへんっていうのもいいし、うん、いいっすねって言われる高揚感、確かにね、被れへんのいいな、うん、そうそうそう、いいよね、うん、がある一着です。はい、ヴィンテージ好きが紹介しました。はい、こんなとこかなと思いきやラグを、そうやね、うん、ラグ紹介してない、ラグ紹介してないんですね。一番紹介したいですね。そう、これはマジで、うん、結構最近買ったんやけど、いつや11月の末、ちょっと届くのに時間かかって12月の2週目ぐらいに届いたんですけど、めっちゃ満足してます。で、なんかあの60年代70年代ぐらいのシャギーの絨毯やねんけど、なんかずっとカーペット絨毯欲しくて、ずっと言ってたもんな。もう本当に実家出てから絶対欲しいって言ってて、うん、結構見てて、うん、ずっと言ってたもんな。どれぐらい言ってた、もういつ買うんかなって思うぐらいずっと言ってた、ずっと言ってるから、うん、マジでずっと言ってて、いろいろ迷ってなんかこう薄いさ、まあ、シルクとか あのトライバル系のラグとか、あと、まあ、ブレスの、ね、ブランケットをラグにうん、しようかなとかも思ってたけど、それこそこれ買った時あれちゃう、あ、そうそうそう、それ見に行ったよな、ブレスのラグな、うん、そう、うん、でも結局俺毛足が長いのがいいなってなったんよ、はいはいはい、はい、このシャギ掃除は大変やから、うんうん、ちょっとそのそれこそまたダイソン戻るけど、ダイソンの掃除機買おうかなと思ったけど、なんかその掃除が大変とか周りに言われつつも、この毛足の長いのがすごい良くて、うん、温かみを感じるよ、なんか毛長かった、うん、で、あのかつこのこれ何が良かったって、なんかオレンジ中心なんですけど、オレンジに黄色でブラウンがあって、ちょっと模様は幾何学っぽいやん、うん、確かに確かに、ちょっとこう分からへんような、うん、なんかその時6、70年代の当時を彷彿とさせるような感じのデザインがすごい良くて、うん、全部が完璧やったのがこの絨毯、うん、配色もめちゃくちゃ めちゃいいよね、うん、で家の感じにも合ってて、なんかライトも買ったんですけど、ライトも結構そのミッドセンチュリー
って言われるような時代のこのライト買ってて、そこら辺に結構合わせてたから、うん、カーテンとかもちょっとこうベージュトーンにしてたりとかしたら、うん、ちょうどいいものがマジで見つかったなと思ってて、うん、これはすごい満足してて自慢したい一品そう、これね、新富海、はいはいはい、ウォントアンティークっていうお店で買いました。めっちゃね、いろいろあって、照明もそうやし、なんだ、まあ、ソファーも机もとかで、ジャンルも結構いろいろあって、なんかポストモダンっぽいよう な、うん、なんかジャンルの家具とかもあったりとか、うん、ミッドセンチュリーの家具とかあったりとか、いろいろある中で、なんか絨毯も結構あって、シャギーの絨毯ってほんまないよ、うん、めっちゃ調べてね、やっぱりちょっと安い単色のやつぐらいしかなくて、うん、これはね、すっげー良くて、デザイン性もハマった一品です。じゃあこれ、すっかり初めに言ってたけどね、ラグ一番紹介したいって言ってた、一番紹介したいって一番最初言ってたけどけどちょっと忘れちゃってた、うっかりで、ラグ入れたってことは8個。お、結構いったな。結構いった、うん、なんかいろいろ買ったけど、実家出てからこの空間を服以外にも使うところが結構あったからこそ、いろんなものを見る、その特にね、今年とか去年ってね、コロナ禍で家にいる時間とか多いって言われてる中、なんかそういう部分も見るようになって、自分自身こう一番最初ね、ちょっとちょけた感じで QOL って言ってたけど、本当この QOL 上げるためのものが今年買ってよかったものの多くを占めたなって感じかな。じゃあ今日も最近ね、ちょっと動画慣れてきたんか、スムーズにいきますね。うん、いい感じに、なんかゆったりと、うん、ゆったりと、うん、また別で2021年ありがとうございました動画撮るやな。撮る。それもよかったらこの動画上げた次ぐらいに上げるからチェックしてみてください。はいはい、それでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でよろしくお願いします。あ、なんて忘れてるはい、じゃあそれでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録、高評価、高評価、概要欄チェックのほどよろしくお願いします。お願いします。またじゃあバイバイとかしてたしてないよ、バイ、いや、終わり